スクワットをしても足が細くならない人、原因は歩き方にあります。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、足痩せは歩き方ということで、歩き方がまずちゃんとできてない人は足が細くならないです。結論として2種目のエクササイズを最後に紹介していきます。まずエクササイズをしている時間より歩いている時間の方が大体の方が多いと思います。その歩き方を変えることによって美脚になれます。まず今回のポイントとしては、骨盤と中殿筋、内殿筋、この3つが美脚のポイントです。ダイエットをしても足だけ細くならない、お尻が大きいまんま、食事制限ちゃんとできて体重が減ってるのにお尻と太ももは変わらない、そんな方たくさんいます。原因は今日解決できます。改善できることとしては、大天使、ここにですね、ボコッと脂肪がついて、ここだけね、ドカッと横に大きくなってる方、そういった方はですね、骨盤の位置が変わって老廃物が溜まりやすくなって、そこに脂肪がついて太ももの裏の筋肉を圧迫して横にドカッと股関節がね広がっちゃってます。そういった改善もできます。あとはお尻を変えることができます。歩き方の悪い人っていうのは、お尻と太ももの裏の付け根がね、境目がない感じのお尻になってるんですけども、そういったところが改善できてきます。そして太ももが変わってきます。その結果美脚になれます。で、今回は2種目のエクササイズを今からやっていきます。そうすることで歩き方の意識をプラスするとですね、変わってきます。まず歩き方をちょっと説明します。上手に歩いてる方、歩き方が悪い方、こういう感じになってます。足の細い方っていうのは体幹がしっかりしていて、骨盤があんまり動かないように上手に歩いています。体幹がしっかりしているので、体が上に引き伸ばされた感じで歩いています。で、運動しない人、骨盤周りが緩い人はですね、歩くたびに骨盤が片っぽ上がる片っぽ下がるっていう感じの動き、プラス足を出すときにこういうふうにね、骨盤が動いてます。そういった方が上手に歩けてない、骨盤が安定しない、骨盤周りの筋肉が緩んでいる、そういった状況になります。まずそうならないためには、体を上に伸ばしてですね、骨盤を安定させて歩く、こうでもこうでもなく、こうでもなく、こうでもなく、骨盤を安定させた状態で体を上に引き伸ばすイメージで歩きます。そうすることで、この辺の周りがですね、こうなりたがる筋肉をキープ、骨盤が前に出たがる筋肉をキープ、そうすることでここを安定させて歩くことによって、ここの筋肉を使った状態になります。そこがグラグラしている人っていうのは、体幹が弱くて筋肉が使われずにふにゃ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 しているので、しっかり安定させて歩く意識だけでもこの辺が鍛えられます。そしてその中でも2種目大事なエクササイズはですね、内転筋と中殿筋になります。ここを使うために大事なアイテム、こういう短い繋がったバンド、もう一つはボール、この二つあれば大丈夫です。まあ、ボールの代わりにクッションでも OK です。やり方としては、まずは中殿筋を鍛えていきます。膝の少し上に通してですね、横になって、足はくの字です。足の内側同士が離れないようにひっついたままで、こういう風に膝をパカパカして中殿筋を鍛えます。で、ゴムっていうのはだんだんと硬くなりますから、力もそれに合わせてだんだんと力を上げてください。いきなりグッてやったらダメです。少しずつ力を上げていきます。勢いを使わないようにやってください。これで中殿筋を鍛えます。だいたい10回から20回、毎日やってください。次は逆に内転筋です。ボールを今と同じように膝のところに合わせてですね、足は内側同士合わせてくの字を作って、体がふにゃふにゃしないように安定させて、キュッ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 と潰してください。潰すのも勢いよく潰すんではなくって、
ぎゅーって潰しているところからさらにクックックッと内転筋を使ってください。この2種目です。今の2種目をすることによってこういう風に歩くときに緩む内転筋、こういう風に体を揺らして歩いてしまう時の中殿筋を鍛えることで骨盤周りが安定して歩くことができます。まず歩き方の意識、それが大事なんですけども、今の2種目、中殿筋、内転筋を鍛えることで歩き方が自然とね、上手になってくるはずです。そうなってくると骨盤周りがしっかりしてきますので、大腿四の出っ張りとかお尻、太ももっていうところが変わってきます。もちろんスクワットでもね、中殿筋少し使われますけども、主に大殿筋です。そして歩く方が日常的に多いですから、こういったちっちゃい筋肉をちゃんと鍛えないと変わってきません。なのでやはりアウターの筋肉よりもインナーの筋肉をね、しっかり鍛えるっていうことが女性は大切になります。男性は女性ほど骨盤っていうのは緩んでませんから、まあ、産後の方とかね、やはり骨盤周りが力がなくなってしまっている方、そういった方はですね、下半身太りになりやすいので、あとは運動してない方ですよね、そういった方はもう下半身太りになりやすいですから、今回の意識をしてもらえたらと思います。もちろんエクササイズはですね、いろんなものがもちろんあります。スクワットでも広い狭い、重りを使う重りを使わない、ランジ、いろいろねありますけども、結果的には今回の2種目が足痩せには必須です。歩き方を変えれば下半身は変わってきます。ぜひやってみてください。勉強になった方、頑張った方、よかったらグッドボタン、コメント、シェア、よろしくお願いいたします。今回は頑張っても足痩せできないよって方におすすめな情報でした。ご視聴ありがとうございました。